海外こんなな国に勝てるはずがない日本の園児の規律正しさが異次元だと話題に日本では1875年に始まった幼児保育施設翌年には東京女子師範学校付属幼稚園現在のお茶の水女子大学付属幼稚園が幼稚園を名乗りその後数年をかけ幼稚園は全国に広まっていくことになります。 さて今回は海外のネット上で話題になっている動画からで日本の園がが通園バスに乗車すする様子が収められています日本人から見ても非常に可愛らしい光景なのですが外国人に感銘を与えているのがののその定義と比率正しさしっかりと挨拶をし親御さんから離れて通園する姿に称賛の声が殺到していましたので。 その一部をご紹介します本当に可愛らしいししっかりしてる自分で何をすべきかなのを全部わかっているんだね最後のお手振りも可愛すぎるアメリカなんて可愛らしいほとんどの日本の子供たちは本当に規律がすごいよそれは私が日本を好きな理由の一つでもあるんだインド かわいすぎ。いすぎ儀正しすぎ。マナー備えすぎ。カナダ日本で暮らしていた頃を思い出したちょうど家の近くが通学路になっていたんだけどどの子もすごく礼儀正しいのが印象的だった子供たちは私たちの姿を見かけると必ず「おはようございます」って挨拶してくれるの。インドネシアかわいすぎる。 日本人はどの年代でも教養があって親切私もいつか日本で暮らしてみたいアメリカ俺たちの国の子供たちと威嚇されてしまうなアメリカ新婚旅行で日本に行っている時に日本人の赤ちゃんを養子に迎えたいってずっと旦那に言い続けてた日本の子供たちの礼儀正しさを見ちゃうとねイタリア 日本の子どもたちがしっかりしているのは生まれながらじゃなくて教養の成果だよもちろん文化の影響だってあるイタリア人の両親にイタリア式で育てられたら結局はイタリア人になるんだよこれは私の個人的な考えだけどイタリア子どもたちは教えられた通りに振る舞うからねサウジアラビア日本に行ったときに 一人で電車に乗る子どもが多くて衝撃を受けた動画の子よりさらに小さい子までいたからね本当に素晴らしいことだと思うあれを見たら日本に声もしちゃうって国籍不明。日本の社会システムと国民の民度は最高レベルだからそういうことが可能になるんだマレーシア日本の文化にいつも魅了されてた。 日本人の礼儀正しくて相手を尊重する国民性は僕にとってはすごく感動的なことなんだ国籍不明日本は世界一進んだ国だろうね日本にだって当然欠点はあるんだろうけど世界が見習うべき点がかなり多いよアメリカ日本の子供たちの独立心はすごいよね 学校に通い始める年齢にはすでにしっかりしてるもん国籍不明。クレヨンしんちゃんで同じシーンを見たインドネシア美しい文化に礼儀正しい国民。敬意やマナーは小さい頃に育まれるものなんだねこの映像はまさにその証拠だオーストラリアアう。バスがまた可愛らしい。 バングラディシュ日本旅行中にポケットからお金を落としちゃった時にそれを拾った女の子が走って届けてくれたのあの時は本当に感動したフィリピンマナーと規律の面で日本人にかなう国民は存在しない国籍不明最後にドライバーさんまでカメラに向けてお辞儀をしてるね。 お互いに敬意を示すために。素敵だね。シンガポール。どうして日本人の子供ってこんなに可愛いのロシア。初めて日本に行った時に大阪を散策したんだけど、学校の前を通ったら、校庭で遊んでいた子供たちが、私たちに向かって手を振ってくれたよ。もちろん振り返したけど、可愛かった。ベルギー。 こんなななな素敵な国を愛せないい。はずがないアメリカ。日本だと子供が横断歩道のそばにいるときに緊急車両が近づくと近くで子供たちの安全を見守っている大人が緊急車両を優先させるように指導するんだこれはプロトコルみたいなものだね。アメリカではそういうことは絶対に起きない日本の文化は本当にアメージングだよアメリカ。 子供の頃からこの規律か。こんな国に俺たちが勝てるはずがないよ。俺の国は大人でもここまでしっかりした人間は少ない。ベトナム日本人はあんな小さな頃から規律を教えるんだね。私たちはまず大人から規律を学ばないと。そうじゃなきゃ子供に教えることはできない。フィリピン 日本は私たちの数高年は先にいるよね朝からほっこりする映像を見れて幸せイタリアこの女の子よりももっと小さい子供たちが東京で地下鉄に乗ってるのを見たよはじめはどういう状況なのか理解できなくて同伴してる大人を探しちゃったもんでも後になって一人で学校に通ってることを理解したの超巨大都市なのに それだだけ安全ってことだよね。本当に日本人は異世界の住民だと思う文化もメンタリティーも私たちとは全く違うイタリア前にその点について日本のママに聞いたことがあって彼女は私の質問に一瞬笑ってから答えてくれた実際には一人じゃないの通行人が子供たちを見守ってくれてるから。 何かあったら必ず助けてくれるってイタリア大都市を女の子一人で移動させるなんてローマだったら絶対にできないね恐ろしい結末しか想像できないイタリア日本のいいところの一つだよね子供たちが安全に過ごすことができる環境があるのフィリピン今の時代でも子供たちに 経緯とは何かを教えている世界でも数少ない国の一つが日本だアメリカマスクの是非で争ってるわが国の大人たちよアメリカ日本人は子どもの頃から違うってことが分かったイギリス日本は別の銀河にある生き方考え方教育敬意 何から何まで私たちの国とは違う。だけど日本人にとっては普通のことなんだろうね。イタリア